ある時は温厚な紳士、ある時は攻撃的な俺様男、そしてある時は女子高生。多重人格の御曹司と新米精神科医が繰り広げる愛と癒しのヒーリングラブストーリー。志尊が7つのキャラクターを見事に演じ分けた超話題作、キルミーヒールミー、12月20日スタート。